お願いします。ちょっとカンペを見ながら話させていただきます。おはようございます。おはようございます。元気はないですね。おはようございます。剣術会岡です。本日は朝早くから、この会場に足を運びいただきありがとうございます。まず、この素晴らしいイベントを開催してくれたパールコミュニティ と、運営のユースケベシに感謝をしたいと思います。ありがとうございます。次に、よくわからないポエムトークを期待を込めて採用していただいた皆さん、ありがとうございます。皆さんちゃんと来れてますか？はいとかちょっと欲しいですね。そういうなんかレスポンス欲しいですね。ちょっとね、でまあちょっと完璧なシステムなんかないし、完璧な人間もいないということで、その中で我々は一体どのように対処していけばいいかということをお話しさせていただければと思います。ちなみにちょっと昨日1回通してやってみたら20分ぐらいだったんで、だいぶゆっくり話させてもらいます。でまずお話しするにあたり、皆さんに何でもいいのでウェブサービスを一つイメージしてもらえばいいかなと思います。それは自分が関わっているウェブサービスでも、これから作ろうとしているウェブサービス、もしくはまあなんか好きなウェブサービス、何でもいいです。一つそのウェブサービスをイメージしていただいて、このお話を聞いてもらえればと思います。で、なんでかっていうと、まあ、そのウェブサービスをイメージしてもらって、そのウェブサービスの成長を体験することで、その時何が必要かっていうことをその時その時、分かっていければいいなと思ってます。それでは、ウェブサービスのイメージはつきましたでしょうか。では旅を始めたいと思います。まずはウェブサービスの誕生の瞬間です。パチ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 、いやー素晴らしい瞬間ですね。とても素晴らしいです。新しいものが生まれるということはとてもポジティブで刺激的なことです。私も、6月に子供が生まれ、毎日泣き声を聞き分けては、おむつを交換し、おしっこをかけられるとても刺激的な日々を送っています。ではこの一緒に旅をするウェブサービスはどうでしょうか。うまくユーザーは確保できたでしょうか。期待した通りでしょうか。期待した以上でしょうか。どうやらまあそこそこのユーザーが来てくれて、バグも少なくスムーズに始められたようです。おめでとうございます。さてこのウェブサービスを始めるときに必要なことが2つあります。まあこれは本当に当たり前のことなんで何言ってんだっていう話はありますけど、まあ一つは記録を取ること。これは同じ環境をもう一回作れるってことですね。これはもう最悪作業メモでも作業ログでもいいですし、構築ドキュメントでもいいですし、まあプロビジョニングツールがその代用になってもいいです。同じ環境を作れることが大切です。でもう一つは保険です。保険という英語の単語を今回初めて私も知ったんですけど、保険を作るということです。これは、まあ、アプリケーションを分散的に管理していたりとか、ユーザーのデータ、データベースのバックアップがそれに当たります。そもそもなんで必要なのか。まあこれもさっきも言った通り、もう絶対にハードウェアはいつか壊れるし、ボン。人間も必ずいつか失敗する、ボン。っていう感じです。ということで、まあ、ウェブサービスを開始するときに気にするべきところは、ハードウェアは必ず壊れる。なので、必ず記憶を取る。人間は必ずいつか失敗をするので、必ず保険を作る。それはハードウェアが壊れても同じですね。そうすることで、ウェブサービスを継続することができます。さて、サービスが始まり、そろそろ季節が変わろうとしています。ユーザーは順調に増えて、ポン。
これ実はサービスなんですよ。分かりづらいかもしれないですけど、まあ負荷は増えてきたと、ユーザーが増えて負荷が増えてきた。ユーザーが増えてきたおかげで時間によっては、閲覧が困難になったりレスポンスが悪くなったりしているようです。これではせっかく来てくれたユーザーもどこかに行ってしまいますね。まあということで、ちょっとサーバーを見てみると、複数の機能が1台のサーバーで運用されていることが分かったので、これをまあシンプルに複数のサーバーに分けて機能をそれぞれ別々にすることでどうにか対応できそうです。やってみましょう。お、分かれましたね。で、このサーバーを分けることによって増設前よりレスポンスが良くなり、まあ、どうにか普通にウェブサービスを継続することができそうです。さて、このスケールアップ時に、スケールアップ、スケールアウト時に何が必要かということですが、一つ目は再現性です。こちらも記録を取るということと同じなんですが、同じ構成を作れるようにするということです。あそこのサーバーでしか動かないとか、あそこのプラットフォームでしか動かないとかではなく、いつでも同じものがどこでも作れるようにするという再現性の意味です。そうすることで今回のように簡単にスケールアウトを行うことができます。次に会員制です。まあ、シンプルさですね。まあ、これは何でも当たり前のことではありますが、まあ、シンプルに作るということです。シンプルに作るということは、環境に依存せず素結合に作るということです。そうすることによって今回のようにスケールアップやスケールアウトをすることが簡単に行えます。依存関係を作らないということもとても大切なことであります。まあ、ユーザーが増えてきたりスケールアップスケールアウトするときに必要なことは、再現性を持つこととシンプルさ、会員性を持つことです。そうすることで変化に強いサービスができます。さて、ユーザーがだんだん増え、どうにか負荷も収まり安定してきたところで、これで OK ではありませんね。サービスを継続していくためにはいろいろな施策が必要です。まあ、その施策の一つとして、まあ、機能を追加するというのがよくあるパターンですね。で、その機能を追加するということは、それを管理するサーバーやシステムが増えるということにもつながります。まあ、よくあるのがバッチサーバーとかキャッシュサーバーとか Q サーバーとかが増えたりしますね。機能が増えるということは複雑性が増すということです。さて、この機能が増えたり複雑性が増すときに一体何が必要なのかということですが、こちらも先ほどと同じように再現性を持つことです。先ほどと同じようにどこでも同じものを作れるようにすることで、システムが素結合になりどこでも作れるようになります。まあ、例えばオンプレでしか動かない機能とか AWS でしか動かない機能とか、まあ、そういうことになりやすいとは思うんですけど、なるべくそういうのを避けることによってスケールアウトスケールアップがしやすい環境を作ることができます。もう一つもやはり同じでシンプル性、会員性ですね。で、こちらも機能が増えてきたとしても、その機能ごとに素結合であればスケールアップやスケールアウトが簡単に行うことができます。追加や削除も簡単に行うことができます。これが素結合でないと、ここの機能を追加するためにはここの何々が必要だとかということになって、結局オペレーションが大変なことになっていきます。これは機能が増えれば増えるほど大変になっていきます。複
雑性が増したり機能が増えたりするということはとても大変なことですが、まあ、その中でも再現性を持つことと会員性を持つこと、この2つを意識することで運用の負荷は多少軽減できるのではないかなと思います。まあ、運用の負荷の軽減にもなりますが、これを行うことによって変化に強いシステムを作ることができます。さて、機能も増え、ユーザーも増え、時は流れ、いくつかの障害やいくつかの失敗もあったけれども、なぜ今突然スピードがゆっくりになってたかというと、なかなかもうすぐ終わりそうな感じなのでゆっくり話し始めました。まあ、いろんな失敗や問題はあったけれども、まあ、記録を取って保険を作って再現性を持って会員性を持ってシンプルになるべく即結合なシステムを作ることによって、どうにかここまでやってくることができました。で、君そうは言ってもという話があるので、ちょっとここで一つ追加で説明したいと思います。その記録を取ったり保険を作ったりするタイミングや制度のことです。問題と対策は常に対極にあります。対策に時間をかければかけるほど問題の解決は早くなります。対策に時間を取らなければ取らないほど対応に時間がかかります。問題と対策は常に対極に存在します。しかし言うても時間はコストです。どのタイミングでどの程度の精度の記録や保険を作るのかは判断はとても難しいです。まあ、極端な例で言うと、お客さんがいないのにものすごいでかい豪華客船を作ってしまったりとか、もしくはたった一日遊ぶために作ったイカダで世界一周をする羽目になったりすることもあります。これは往々にしてよくあるケースです。で、じゃあどうしたらいいんだっていう話ですが、もうこれは完全にケースバイケースで、その時の時間、コスト、リスク、それぞれのバランスを見て、その時々に必要なものを判断し決めて作っていくしかありません。まあ、元も子もない話ですが、それでしかやる方法はありません。最初に必要以上のものを作って、もう時間が許されるのであればそれはそれで構いませんけど、まあ、なかなかそうもいかない場合が多いので、この辺は常にその場その場で決めて判断していくしかありません。さて、まあ、いろいろありましたけども、どうにかウェブサービスが生まれ成長し、さまざまな課題に遭遇しては決断解決することで、ウェブサービスをどうにか継続することができました。さて、そろそろこの旅も終わりが近づいております。永遠に壊れないシステムなどない、絶対に失敗しない人間はいない。そのために我々は記録を取り、保険を作り、問題を回避することができました。システムは常に変化し続けます。そのために我々は再現性を持ち、その再現性をシンプルに保つことで、その変化に対応することができました。
そしてこれらのお話はすでに先人が作っており、そこから学ぶことができます。日本版ではユニックスの考え方という本で出ていますが、ユニックスフィロソフィーという本です。この本の中には、小さいことは美しい、各機能ごとそれぞれによく動くようにする、効率よりも移植性を保ちなさい、とても素晴らしいことが書いてあります。出たって感じですね。式年遷宮です。式年遷宮をご存知の方、まあ結構いますね。20年に1回建物を作り変えることによって、その神聖さを保ち続けるというシステムです。これはシステムを作ることを大切とするのではなく、継続することの大切さを我々に教えてくれています。もう一つは江戸時代の長屋ですね。江戸時代はとても火事が多くて、火事が起こるたびに延焼を防ぐために隣の家を壊して対応をしていました。で、それを繰り返していくとどうなるかというと、そもそも壊れるんだったら壊れやすいように作っとこうという話になります。まあ、これはイミュータブルインフラストラクチャーとか、ディスポーザブルインタラカンダラとかと通じるところですね。この世界には2つの変化が存在します。予想できる変化と予想できない変化です。その変化に対応するために、我々は記録を残し保険を作ることで対応してきました。再現性を持ち、その再現性をシンプルに保つことで変化に強いシステムを作ることができました。このインフラストラクチャーアズコードの時代、プログラミングではよく言われていることですが、まあ、変化に強く作れ、シンプルで作れ、そういうことが当たり前のように唱えられてきました。で、このインフラストラクチャーアズコードの時代は、やはりインフラストラクチャーも変化に強くシンプルであるべきだということになっていきます。システムは完璧ではないし、人間も完璧ではありません。世界は完全ではありません。変化に強くある必要があります。さて、我々と共にしてきたウェブサービスはこの後も続き、この世界はこのままどんどん続いていきます。そして我々の今日のこの旅はここで終わりになります。ご清聴ありがとうございました。早いな、20分早かったね。ありがとうございます。これ私の壁紙ですね。しにくいのかな。後で個別にでもない。本当ですか。非常にスピリチュアルの話だというところで興味深くありがとうございました。先ほど話して、まあ、人は完璧ではない、システムは完璧ではないというところで、さまざまなリスクを抱えているというところなんですけれども、リスクを判断するときに何を第一優先として考えて判断されているのか、ちょっとお聞きしてみたいと思いました。とても素晴らしい質問ですね。とても助かります。まず我々がやらなければいけないことは、そのシステムを継続させることが必要だと思います。で、リスクというのはそのサービスが継続できなくなくなる瞬間だと思います。なので、例えばなんですけど、ダウンタイムを1日許容できるサービスか
ダウンタイムが1秒も雇用できないシステム化で、全くリスクって異なってると思うんですね。なので、そのウェブサービスに関わらず、システムを継続させることを第一として、その中で精度を見極めていくことが必要と思います。っていう、すごい曖昧ですけど、大丈夫ですか、こんな答えで。大丈夫です。ありがとうございます。あと、もう一つ、はい、人命を第一優先するのか、それともデータを第一優先するのか、そのケースバイケース、どうやって判断しますか。ノーコメントでお願いします。はい、わかりました。まあでも本当であれば人命は尊重したいですよね。しかし我々よりもシステムの方が尊重される時代なので、今は我々が頑張っていくしかありません。残念です。他に質問ありますか。あと10年ぐらいで質問です。もう一回話しましょうか、同じこと。いい人が手挙げてんな。とても意識の高いことありがとうございます。基本的な質問なんですが、はい、このトークを応募しようと思ったきっかけとかをちょっと5分ぐらいかかっていただければと思います。いい質問ですね。まあ、そもそも今回運営者がユースケベ氏に変わるということで、新しい風を吹き込みたいのではないのかなと勝手に判断しました。まあその中で実際、トーク主導トークですね、要はそのエントリーをして後で話を決めるという方法で、とりあえずこのビッグウェーブに乗るしかないという感じで応募しましたです。あ、どういたしまして、まあ、実際これちゃんとこの理論だって話ができたのは先週の日曜日です。なので皆さん本当によくわからないテーマながら応募してくれてありがとうございましたって感じです。やばい人が手を挙げたな、これ。はい、聞こえてます。ウェブサービスのが続いていくって話なんですけど、今の時だとはい、ウェブサービスって結構長生きすると思うんですよ。はいはいはい、はい、人間の方が会社を辞めたりとかで先にいなくなったりケースが多くて、そうですね、そういうケースに関してどういうふうに思うのを共鳴します。伺えないんですけど、はい、いい質問ありがとうございます。まずそのシステムと人間が永遠に続くっていう関係性はあんまりなくて、まあ私もそうですけど、ちょくちょく職場が変わったりとかする人間がちらほらいるので、でその時に何が必要かっていうと、やっぱりさっきの記録を取ることに尽きると思います。まあ、例えばなんか誰かが作業ログを残しただけなのか、それとも超絶完璧な構築ドキュメントがあって運用もこれを見たら完璧に過ごせるのであれば、特に人間に依存しないとは思います。まあでもそれを言えても理想的な話なんで、まあ、なるべくその記録を取るということですね。記録を取ってその人間に依存しない運用方法を作れればいいなという理想論ではあります。でよろしいでしょうか。現実はサーバーに入って何が動いているか確認してください。わかりました。ありがとうございます。さあトークショーですよ今。何でも聞いてください。質問大丈夫ですか。子供の名前とか聞かなくて大丈夫ですか。大丈夫そうです。40分のところを20分で終わらせる、この未完成さを
身をもって示したケンジさん、すごいなと思いました。さすが肉がうまい、カヤックのレモンさんですね。ありがとうございます。完成されたシステムを目指すのがシステムにとって幸せなのか、それとも未完成なままずっと膨らみ続けるのがシステムにとって幸せなのかというのはどっちだと思っていますか？これはもうこのアシッドレモンさんにこの場に登場いただいて話していただきたい話ですね。いや、ちょっと、まあ、意味がわかりません。難しいですね。難しいですねっつってすごい沈黙を3分ぐらい続けるのもありですね。まあ本来であれば一番最初に完璧なシステムができて、そのシステムを運用できればいいと思います。けれど、まあ先ほども書きましたけど、常に変化はし続けるので、もうそれも変化にし続けないことを前提に作ったりとか、絶対に壊れないシステムにするとか、そういうことをやってもいたちごっこなので、最初から変化する上でその変化に対してどれだけ対応できるかってことを意識して作るのが大事かと思います。ありがとうございました。まあ、質問ないでしょうか。さっきからすごい人たちからいっぱい質問が来ますね。まあ、この話をするにあたってあなたは頭に浮かんでいる、自分の頭に浮かんでいるサービスってありますか？ちょっと記憶にないですね。あるのかもしれないですけど、わからないですね。この世界に存在するウェブサービスは全て素晴らしいと思っております。他にも質問ございますか？あ、質問なんですけども、はい、はいはい、なるほど、難しいですね。難しいけどとてもよくある話ですね。まあ一番わかりやすいのはぶっ壊してみることですよね。実際にほら言ったじゃないっていうことが簡単なんですけど、そのやらなければいけないっていうことをもっともっともっとわかりやすく相手に伝えることが必要で、例えばなんか売上しか見えない人とかいると思うんですけど、その売上に対してどういうリスクがあるのか、それをやらない場合とやった場合、その2つを挙げて、これだったらまあ例えば最悪1時間ぐらいには解決できる、ただこれをやらなかったらそのあなたが売り上げたウェブサービスはなくなっちゃったり、まあウェブサービスに変わらないですけどね、作ったシステムはなくなっちゃって、でその後お金を払ってくれたお客さんが損をしますと。あなたはそういう仕事のやり方で大丈夫ですかっていうことをちゃんと理論立てて、その2つですね、やらなかった場合とやった場合のリスクとその作業の時間を適切に伝えれば、多分人間だったら大丈夫だと思います。ありがとうございます。なんかふわっとした話をした後にみんなちゃんと素晴らしい質問をしてくれてありがたいですね。はい、質問ありますか？大丈夫ですか？とても意外痛い話ですね。でも実際、まあ、自分もそうですけど、結構そのこれあれだな、言葉を選ばないとそこにいる藤原さんにめっちゃ怒られそうだな。まあ大体自分が関わってきたサービスは結構シンプルで簡潔的な作りになっているんですけど、この世界には自分が入った瞬間にもう何がどうなっているのか全く分かんないことが往々にしてあると思うんですね。でそこをどう解決していくのかっていうのは、まあ、もちろんケースバイケースあるんですけど、まず全体を見渡すことですよね。なんか手前味噌にここのシステムの負荷が高いからここを改修しました、ここの構成がおかしかったのでここを直しました、こことここの結合が邪魔をしているんでこの結合を直しましたっていう局地的な戦いでは多分いくら戦っても
勝ち目はなくて、そもそも今自分が相手にしている相手を全体を把握することで、その中から一つ一つ課題をクリアしていくしかないと思います。なんか戦術的な話ですけど。楽しかったですか？楽しかった人？ありがとうございます。よかったです。では以上で、代表検査の委員長を終了させていただきます。ありがとうございます。